南側の宮殿広場から見た東急度の北側の、ネバ側から見た冬宮殿宮殿の中央上空から、見た冬宮殿冬宮殿は、サンクトペテルブルクにあるかつてのロシア帝国の宮殿である。東急ともいい、ロシア皇帝の陶器の王宮として1754年から1762年の間に建設された。設計は、イタリア人建築家バルトロメオ・ラストレッリで、 緑と白の石材を用いたロココ建築は1786のドアと1945の窓がある。宮殿の北側はネバ側に面し、南側には宮殿広場が広がる。帝政時代は王宮として機能し、最初に使用したのはエカテリーナ2世大帝。レフトルストイによる小説、戦争と平和に描かれる1812年。 ロシア戦役前後のロシア宮廷の舞台の一つである。ロシア2月革命による訂正廃止後は、ロシア臨時政府が置かれた。10月革命において、ボリシェビキが突入し、臨時政府のメンバーを逮捕、臨時政府庁舎としての役割を終える。ロシア革命期の宮殿については、ジョン・リードの著書、世界を揺るがした10日間及び同章を原作とした映画、レッツに描かれている。 10月革命後、建物はエルミタージュ美術館の本館となった。同宮殿はエカテリーナ宮殿などのその他の建築物とその周辺とともにサンクトペテルブルク歴史地区と関連建造物群として世界遺産に登録されている。建設時の外壁は薄い黄色だったが、その後幾度となく様々な色で塗り替えられている。現在のような 薄い緑色になったのは1947年だが、エルミタージュ美術館の創設250年にあたる2014年に、元の薄い黄色に復元される予定である。だが、この計画には反対意見も存在している。以下、外壁の色の変遷を挙げる。名称としては、東宮殿とタイになる宮殿として、 サンクトペテルブルク中心部から 30km 離れたペトロドボレツの100以上の噴水があることで著名なペテルゴフにピョートール大帝時代に建設された夏宮殿。ラテン文字表記、レットニー・ディーベラッツが存在するが同じくサンクトペテルブルク郊外ツアールスコエセローにロココ建築の壮麗なエカテリーナ宮殿が建設された以降は実質的にエカテリーナ宮殿が 夏の宮殿として用いられた。世界の美しい階段エクスナレッジ2015年47ページ。ISBN 978から4から767820422。新建築者 NHK 夢の美術館世界の名建築百選。新建築者2008年152ページ。 ISBN 978から4から786902192。緑それとも黄色エルミタージュ外壁、塗り替えめぐり大論争。読売オンライン、http www. 読売、cojp、ナショナル、カルチャー、ニュース、2千九9六616位と一 t 0 0 0 4 9 htm2009 年6月16日閲覧。 ありがとうございます。